孔子は日本の氏族。古代から平安時代頃までは、高麗系都来人が出身国の一字を取って、孔子を名乗ったと言われる。その後高階氏が氏名の一字を取って、孔子と称するようになる。天武天皇と天子娘の巫女、高市巫子の系統の高階氏一族で、八幡太郎義家の家人の高品拘焼が義家の三男。 源の義国と共に地方に下って家野国に住んだことに始まる。以来公子と称して、義国の子孫足利氏の出事となる。ただし、公は一般的な名字ではなく、死、家の名称としての死である。公開野村の略であるため、発音するときは公ではなく、公のと読む。南北朝時代に現れた公諸名は、 足利高氏に執事として使える一方で、県務の申請においては、高氏の代理として雑訴決断書の一員を務めるなど、頭角を表した。室町幕府成立後は、政治面では、兄弟の死、タイや一族の諸冬らと共に、幕府の要職を締め、軍事面では、北畠秋家や楠木正幸を討ち取り、吉野へ攻め込んで南朝を崩壊寸前にまで追い込んだ。 しかし次第に傲慢になったため、高氏の弟の足利忠義と対立を起こした。諸直、死体兄弟は、一時は、上杉茂吉ら性敵を抹殺し、忠義を失脚に追い込むもの、の、南朝に降伏した忠義の巻き返しに遭い、摂津内出浜の戦いにおいて一戦するも、惨敗した。そして、降伏した諸直、死体兄弟は、刑への護送中に、 摂津国向川付近で、上杉義則の手勢によって殺害されてしまったので、ある。この時犠牲となったのは、諸名兄弟のみならず死夏ず、死よ、死行、死,死など、一族の大半が含まれ、全滅した。関東で勢力を誇っていた、諸冬もこれに前後して、忠義方の上杉則明に敗れて自害しており、甲子一族の有力者を多く、 ここで失ったのである。ただし、一族の中では、諸直のいとこにあたる孔子役、私有夫子や諸直と死体の弟、思えなどただ吉方に属し生き残った者もいた。特に死有は、関東において、畠山国清の没落後、短期間ではあるが、関東関連に就任していることが確認される。また、孔子英は経営に戻り、山城守護、佐渡守護を歴任した。 しかし、これを最後に、孔子の守護人名は後を絶った。市営の孫、市長は、佐渡守護部人を幕府に運動しているが、却下されている。私有以降の関東官令は、上杉氏の世襲となったが、子孫は代々鎌倉久保を、古学孔に仕えた。初代吉祢川藩主、吉祢川余竜寺の家臣孔子氏や、吉祢川総動に関わった、孔子老財門はその末裔と思われる。 また、死体の孫にあたる死臭が生き延び、孔子の血統を後世まで伝えた。室町時代末期に至るまで、将軍の新衛隊にあたる奉公衆に、孔一族の名が見られる。足利義輝と共に、英六の変で討ち死にした家臣の中に、孔諸信がおり、足利義明が共に逃れた後にも、孔五郎二郎が従っていたことが伝わっている。の一族としては、 大高市、彦部市、岡松市、大田和市、大田原市、南市、秋里市などがある。また、秋森市の家臣の国志氏一族は、死体の三男、支部の子孫であるという。孔子の着流は、江戸時代に至るまで名字を名乗らなかった。亀田敏和は、孔子が足利市の鎌倉時代以来の出自家の出身であり、鎌倉に常駐していたため、 土地との結びつきが希薄であった可能性を述べている。名字の多くは居住地や所領に由来するからである。ありがとうございます。